さあ続いてはじっくりエコチルのコーナーです。このコーナーはエコチル電子版に掲載された特集記事をじっくり学んでみようというコーナーです。今回の取り上げるテーマはデコ活アクションのつながるオフィステレワークです。今月も環境省地球環境局デコ活応援隊のユッキーさんが詳しく教えてくれますよ。ユッキーさん、よろしくお願いします。おはようございます。環境省デコ活応援隊のユッキーです。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。皆さん、年末年始は楽しく過ごせましたか？私は三重県に帰って年末年始を、実家が三重県なので過ごしていました。ここで三重県をですね、日本地図で紹介したいと思います。ちょっと画面切り替えますね。私の画面ちょっと出るかな。はい、皆さん三重県って知ってますかね？北海道と行くとここですね。このちょっと大きくするとこの辺りですね。北海道からはずいぶん遠くにありますね。そうなんですよね。私は行ったことがないですまあちょっと戻しますけど、はい、私の実家でね、ちょっと近くを散歩していたらすごい工場を発見したんですね。リサイクル工場を見つけました。何のリサイクル工場なんですか？ですね、使わなくなった羽毛布団を回収して布団の中に入っているダウンという鳥の羽をリサイクルしているんですね。ダウンジャケットに入っているのがダウンです。今日僕着てきたんですけども、部屋の中でも今ホームビズで着てるんですが、こういうダウンジャケットの中に入っているのが、ダウンと言ってですね、それが羽毛布団から回収されたリサイクルものが使われているものもあるんですね。ダウンはとても暖かいので、世界中のダウンを買う人が増えて、ダウンが足りなくなっているとも言われているそうです。その問題を解決するためにリサイクルをしている会社があるんですよね。へえ、鳥の羽も資源が足りなくなってきているんですね。知らなかったです。そうなんです。私も最近まで知らなかったんですよ。先月のエコチルライブでは、世界の人口が増えて食べ物が足りなくなってくる可能性があるっていうお話をしましたよね。実は食べ物やダウン以外にもいろいろな資源が足りなくなってくる可能性があるんです。石油やガスなどのエネルギー、飲み物、建物を建てる時のコンクリートを作る時の砂も足りなくなってくると言われてるんですよ。へえ、砂が足りなくなるなんて知らなかったです。私たちが知らないところにもいろいろな問題があるんです。そしてそういった課題を解決するために新しいお仕事や新しい技術もたくさん生まれています。皆さんも近くで工場など見学ができる機会があればぜひ行ってみてくださいね。新しい発見ができると思います。はい、お家の人に相談してみます。それでは早速エコチル電子版の記事に入っていきましょう。今日のテーマはデコ活のつながるオフィステレワークです。少し前にコロナが流行していた時、今もかもしれませんが、パソコンやタブレットを使ってお家で学校の授業を受けたことがある人もいると思います。やったことがある人はその時を思い出してみてください。お家にいても遠く離れたところにいる人たちが画面の中でつながって、お友達同士や先生と話ができましたよね。画面に黒板の文字が映ったりして授業を受けた人もいると思います。だいぶ昔の話のような気がするけど、パソコンで授業を受けた人もたくさんいると思います。実はこの仕組みを使うと学校の授業だけではなくて大人の仕事も同じようにできるんですね。テレワークといって、離れたところという意味のテレと働くという意味のワークをつなげてテレワークです。私も長めの年末年始のお休みをさっきの三重県で過ごしたんですけども、パソコンを持っていたので東京にいる人ら
たちと一緒に仕事をしたり、ウェブの会議、パソコンで会議をしたりしていました。テレワークなら会社に行ったり現場に行ったりしなくても、いつでもどこでも仕事ができちゃうからすごく快適なんですね。大人の人たちは車を運転して仕事に行ってる人も多いと思います。車の移動を減らすことができれば脱炭素につながります。それとお家で仕事ができれば家族みんなで過ごす時間が増やせるかもしれませんよね。家族と一緒に過ごす時間が増えるのはいいですよね。そうなんです。テレワークには本当たくさんのメリットがあるんですよね。こちらを見てください。旅行をしながら仕事をすることもできちゃうんですね。ワーケーションという言葉が生まれてきています。これは働くという意味のワークとお休み休暇という意味のバケーションをつなげて、ワーケーションという言葉が今生まれて、地方でも流行ったり全国でも流行ったりしてきてるんですね。普段は全く違う場所で仕事をしたり、仕事の合間に観光を楽しむなんてこともできるので、本当に新しい働き方として今注目されております。そして今は現場に行かないと仕事ができないという人でも、技術の進歩でこれからテレワークができるようになる可能性があります。ぜひ皆さんもテレワークを活用して、新しい暮らしをですね、どんどん発見してみてほしいと思います。それでは最後に、年も変わりましたのでデコカツの歌をちょっと新しく作ってきましたので、それを歌ってデコカツアクションみんなで楽しんでもらいたいと思います。あとですね、ちょっと画面切り替えますけども、2月16日まであと3週間弱ですかね、デコカツの個人とか家族でですね、こう応募できるデコカツ大喜利大会、ユッキーもですね、これ今から歌う曲はこの大喜利をデコカツで作ってみましたので、まあ皆さんもですね、そういうような形で楽しみながら大喜利大会参加いただければと思います。それでは最後にデコカツの歌歌います。デコカツの歌2、タイトル僕のデコカツです。デコデコデコカツ、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 できることから始めてみよう。これから始まる楽しい暮らし、輝く未来へ歩き出す。作ってゆこう僕のデコカツ。ありがとうございます。バイバーイ。ユッキーさん、ありがとうございました。新しいデコカツの歌も素敵でしたね。次回のじっくりエコチルもお楽しみに。